はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいたです。今日はね、まあ、よくあの巷でね、噂になってるとかね、いうちょっと LED ライトをね買ってきました。こちら結構ね100均で売ってまして、今回私はね、キャンドゥさんでね、購入してきました。何かというとね、こちら、充電式マルチ、なんて読むんですかね、COB LED ライト、コブって言うんですかね、COB なんですかね。こういう LED ライトが売ってます。まあ、普通 LED ライトって言うと、あのね、あの、麦球みたいなね、LED がね、ポチポチついてるやつが、まあ、大体主流なんですけど、これなんかこんなね、黄色いやつがついてるんですね。ちょっと面白くてね、結構明るいという噂がありましたんでね、ちょっとこちら買ってきました。あとこれ空ナビがついているんでね、普段ね、持ち歩き、まあ夜とかね、車乗ったり、ね、自転車乗ってる時に、ね、手元を見たりとかね、なんか物を落とした時に探す時に使えるかなと思って購入してきました。で、これね、キャンドゥさんで購入してきたんですけど、金額はね、770円商品になります。まあ、税込みでね、770円という金額になっております。はい。で、ちょっと簡単に紹介するとね、強力す、マグネット付きという形で、裏にね、マグネットが付いてるみたいです。あと、空ナビが付いて、スタンドが付いて、なぜかわかんないですけど、線抜きが付いて、三脚のね、ネジ穴付きが付いてるという感じなんでね、まあ、ちょっと撮影の時にね、使えるかなと思いました。で、高照度でコンパクトで、最大500ルーメンですね。まあ500ルーメンっていうとね、まあそこそこのね、明るさになりますからね、まあ使えるのかなと。あとこれね、いいところはね、充電コード付きで、ケーブルはね、タイプ C になっておりますね。まあ結構ね、マイクロ USB が多いんですけど、今回これね、タイプ C なんでね、いいんじゃないかなと。まあ、多機能 USB 充電、あと点灯モードが4パターンありますという形になります。でね、簡単に言うとね、空ナビがあって、線抜きがあって、COB LED、コブ LED なんですかね。わかんないですけど、こちらが LED になってます。黄色いとこがね。で、横に、電源点灯スイッチがついて、で下のところにね、三脚ネジ穴がついております。で、あとはね、裏面にマグネットがついてるのと、折りたたみスタンドがあって、あとね、反対ですね、充電ポート。あと、ポートカバーがついている、おりますね。まあ、ただ、防水っていうのは書いてないんでね、ここにカバーがついてるけど、ね、水濡れは気をつけた方がいいかと思います。あと、充電、表示 LED なんでね、充電してるときはここに、どうやら LED がつく感じになりますね。はい。で、一応ね、AC アダプターは、DC 5V 2A って形になっております。で、充電時間はね、最長約4時間と、残量のないバッテリーの、場合って書いてありますね。まあ、フル充電で4時間かかると。で、充電表示 LED は、赤い時が充電中、フル充電になると緑になるという形でね、一応ちゃんと、そういったところね、色分けはされているかと思います。材質はね、アルミ、ABS、樹脂という形になってますね。はい。で、ちなみにね、光源ね、LED と、リチウムイオンバッテリーはね、リチウム、ポリマーバッテリーですね、交換不可能という形になっております。はい、しっかりね、梱包されてるんで、じゃあ開けていきましょうかね。これね、普通こういうのね、開け口なんですけどね。はい、ここなんかね、破けば、開きそうですね。はい。こんな感じでね。特にね、ちょっと切り取り線とかはなかったんでね、まあ、そのままペリペリっていっちゃいますか。はい。まあ、こんな感じでね、貼り付いてる感じですね。はい。じゃあ出していきましょう。早速。これ充電されてるのかな？ちょっと気になりますけどね。はい。こんな感じでね。ここはなんかプラスチックですかね。薄いプラスチックで保護されております。で、上がね、空ナビですかね。あ、ちょっと強めのね、空ナビがついておりますね。カラビナか。ね。カラビナ、カラナビじゃないですね。カラビナがついております。はい。
これが栓抜きになるみたいですね。なぜかこれよくわかんないですけどね。で、こちらに、ね、電源マークがありますね。電源と、で、反対にこっちが電源ポートですね。はい、こんな感じ、タイプ C になっております。で、下にね、普通の、標準ですかね。標準の穴の、三脚穴がついております。で、マグネットですね。で、ちょっとつけてみますか。で、これボタンの仕方もありましてね。1回押すと強、2回押すと中、3回押すと点滅、長押しで最強と。はい、それではね、じゃあこれちょっとつけていきたいと思います。こちらに電源があるんですけどね。1回押しで強、2回押しで中、3回押しで点滅、で長押しで最強という形になっているので、ちょっとカメラに向けないでね、向こうを向けて、映したいと思います。ちなみに今ね、ここ、蛍光灯つけちゃってるので、ちょっと一回消しましょうかね。はい、ちょっとこんな感じで暗くしました。じゃあ一回ね、つけましょう。はい、こんな感じになっております。かなりのね、明るさになってますね。はい、こんな感じの明るさになってます。ちょっとカメラ的にね、あれですけどね、遠ざければかなり広範囲が、ね、明るくなる感じですね。で、こう見るとわかるんですけどね、この真ん中のところね、ここが、ね、光源の中心になりますね。はい、こんな感じで、明るくなっておりますね。これね、一回押しなんで、強ですね。で、中にやってみましょうかね。若干ね、暗めになる感じですね。で、もう一回押すと、点滅ですね。あ、ちょっとこれはね、見てる方のね、健康被害がありますので、今日ね、ちょっと消しました。今みたいにね、なんか非常の時はね、点灯させてね、まあ、車がもし故障してた場合は、車のね、後ろのところになんかこうね、トランクルームのところのね、ちょっとこれ、磁石がついてるんで、これをくっつけてね、まあ、遠目からね、ピカピカやって、ね、もし災害あった時はね、なんか使ってみるというのがいいかもしれないですね。はい、こんな感じのライトですね。かなり明るいですね。で、これ、長押しすると最強って書いてありますね。あ、この消えてる状態からはね、長押しできないみたいですね。ここでね、一回つけてからかですかね。あ、そうですね。つけてる状態で長押しすると最強になるという形ですね。まあ、かなりさっきよりかは明るくなってますね。まあ、こんな感じでね、目の前のプラモデルたちがね、光でね、かなりね、白ぼけするぐらいの明かりになってます。もう一回押すとね、長押しすると消えちゃいますね。はい、これが普通の、強ですね。このぐらいだとね、目の前のガンプラたちもね、いい感じかなと思うんですけど、やっぱりちょっとね、光源が強いんでね、白ぼけしちゃうかなと。うん、中にするとね、ちょっとこのカメラ的にはね、今モニター見てるんですけど、なんかブルブルブルっとね、なんか小刻みになって点灯してるように見えますけど、今私のこの手元ではね、そんな感じはしてないんですけどね。今この私の手にね、こう光、光源がね、こうブルブルっとね、で、なんか点滅してるように見えますけど、基本的にはね、特にね、目の前の、実際のね、私の、人感的なね、目では、点灯してない感じですね。まあ、これちょっとどうしてもね、カメラのね、性能的にね、光が、ブルってしまってますけど、そういうのは一切ないですね。綺麗に映ってます。はい。そんな感じですね。まあ、ちょっと台にしておきますか。で、ここにね、まあ、三脚なんか立っててね、遠目にすれば、ね、さっきこう明るくするとね、白いガンプラはね、ちょっと白ぼけしてしまうんですけど、遠目にしてね、こんな感じで、特定のね、プラモデルのところを照らし合わせれば、まあ使えるかなって感じですね。まあ撮影用はね、撮影用の LED ライト使うのが一番ベストかなと思っております。っていうのはね、この横、ちょっと先ほど消しましたけど、上にね、ちょっとこのガンダム部屋用のね、LED の蛍光つけてるんですけど、ちょっと今つけますね。はい、多分ね、皆さん、こちらね、今、カメラ的には、多分ね、目に優しいね、感じになってるかと思うんですけど、これちゃんとね、このガンダム部屋をね、照らし、明るくするための、蛍光タイプのね、LED を使ってるんですけど、やっぱりちょっと蛍光タイプの LED と、こういったね、緊急用の、夜のね、
あの、外とか、あと家の中でね、緊急用で使う、こうね、高照度のね、やっぱり LED とはちょっと性能が違うんでね、こちらはどちらかというと、まあ、外とかでね、緊急に使うようなライトかなと思ってます。これね、直接見るとね、結構目にね、光焼けがね、鼓膜に残る感じなので、ちょっとね、直接ね、これ見るのは、気をつけた方がいいかと思います。まあ、逆にこのガンダム部屋を照らしてるね、この今上にね、指の先の上にあるんですけど、このね、部屋を明るくするための、蛍光タイプの LED。こちらだとね、まあ、直接見ても目はね、こうよく光焼けみたいなのが、起きないんですけど、で、しかもね、この目の前ね、今カメラ越しにみんな見てもらってるとわかると思うんですけど、まあ、明るい感じのね、ガンプラ、みんな光ってるかと思うんですけど、やっぱりね、こちらの方がね、ガンプラとかね、あと撮影用に使えるやつかなと思ってます。なのでね、ちょっと振り返りになりますけど、これはね、やっぱり外でね、何か物を落とした時とかね、何か車とか自転車乗ってる時のね、まあ、緊急用の、ライトかなと思っております。はい。ね、ちょっとね、今明るくしたんでね、ね、目に優しい、今ガンプラ環境になってると思いますけどね。もう一回つけますかね。はい、こんな感じでね、やっぱりこっち側のね、部屋の中明るくする蛍光灯と、ちょっとこちらとではね、やっぱり役割違うかなって感じですね。ピンポイントでね、明らかに明るくするものという感じになっております。これちょっとカメラの方にね、向けるとね、結構、私ね、ちょっとお試しで、つけて見てたんですけど、目にね、光焼けみたいのが残っちゃうぐらいね、蛍光灯は結構強いです。ちょっとこれね、今こちらから、見てますけど、まあ、手見てもらうとわかる通りね、結構ね、手がね、白くね、焼けるぐらいね、熱くはないですけど、まあ、白焼けがするぐらいね、こう、照度になってますね。はい。まあ、これはこれでね、外の暗い夜道とかでね、使えると思いますんでね、まあ、これぜひね、カラビナにつけてね、なんか、ポケット、ね、身につけてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。ちなみにね、まあ、こんな感じでね、90度まで開くことできますね。なので今後はね、45度ぐらいにしてこうやっておいてね、カメラの向けないようにしてね、まあ、こんな感じでね、何かの作業のためにね、使うっていうのはいいかもしれないですね。はい。まあちょっとね、三脚ネジがついてますけど、まあ、撮影にはね、ちょっと向かない、高照度という形の、ね、こちら COB ライトと LED ライトという形になっております。はい、以上となります。こんな感じでね、なんか面白いものがあったらね、買ってきて、まあ私の方でこんな感じでね、ゆるく試しで使ってみて、まあこうね、どういうものなのかっていうのをね、これだったらこういう目的でね、使った方がいいんじゃないかといったところまでね、お届けできればと思ってやっておりますので、ね、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。まあ、こんな感じでね、ゆるーくどういうもんなのかなっていうのをね、気になったらね、買ってきて、ね、レビューしておりますんでね、よろしければ参考の動画にしていただければなと思っております。はい。こんな感じですね。はい。まあこれね、まあ、どういうもんなのかって形でみんな気になってる方もいらっしゃると思うんでね。まあ参考になればと思ってやっております。はい。以上となります。今日はね、こちら、キャンドゥさんで買ってきました、COB LED ライト。こちらの方を購入してきましたんで、ちょっとゆるく触ってみましたと言った動画になっております。はい、以上となります。てるてる百貨店てるかいだでした。バイバイ。